今日ね、今日はセンター試験があって、学生の皆さんと大変な思いをされていると思います。またその親御さんがいらっしゃったら本当にいいね、もう離れたところでの試験会場でも私も経験しましたが、本当に主が共におられるというその確信があることは本当に平安が与えられました。これからまたね、受験シーズンに入って、もう小学校は終わってますけど、中学受験、また高校受験、また大学受験と、いろんな受験生を抱えていらっしゃる方、またそのご本人の皆様、本当に健康が守られるように本当に心より祈ります。今はこの近所を歩いてみましても、よろずの神の前に本当に祈っていらっしゃる方がいらっしゃいます。でも私たちは本当に全てをご存知のイエス様がいる、そのイエス様に向かって本当に祈ることができる、この確信が与えられていることを心より感謝します。本当にもし隣の方で、また知っていらっしゃる方で、そのような方々がいらっしゃるならば、本当に、祈りで支えていこうではありませんか。今日も感謝しつつ、主の門に詩編100編を賛美してまいりましょう。
謝していきましょうと周りの人々に挨拶してまいりましょう。私 の, あ の, テーマあの新しい戒め、互いに愛し合おう。なんか難しく考えちゃうと難しいなと 思いました。なぜならばその言葉を思い出した時にやっぱり愛せない人の顔が浮かんじゃうんですよ ね。愛せる普通の人の顔を浮かべばいいのに、なんだかこのテーマが出た途端なんか愛せない人の顔が浮かんでしまって、そしてまあその人のことを許す許さないじゃなくて、なんだか気が合わない、っていう人がやっぱりいるんですよね。でもその時に本当に主の御心がなりますようにと思う時に、本当に心の中で愛します、愛し合うことができるように、そして和解が広がっていきますように、本当にこの地上で和解が広がったならば、またこの教会の中で和解が広がったならば、イエス様の本当に栄光を表す教会としてますます祝福してくださるのではないかと本当に期待を持ちました。皆さん互いに愛し合いましょう。次に賛美する賛美は、心を一つにして何でも地上でつなぐなら天でもつながれているんです。そのことを信じて賛美してまいりましょう。つながれて
ちを通して表せよ。イエスは我が力、私たちを守る盾、私たちの砦、我が櫓、そして私たちの力、主よ、あなたの恵み、あなたの力によってシャローム教会は前進していきます。私たちが自分の力では許せない、愛せない、そのようなものであることを認めます。だからこそあなたが必要です。あなたの十字架の恵みが必要です。主よ、私たちに十字架の恵みを注ぎ、私たちが互いに愛し合う、そのような神の家として回復していきますように。あなたに信頼を置きます。共につなぎ、共に解く、その祈りをしたいと思います。ぜひ心を合わせてくださればと思います。心を一つにして私たちが祈るならば、主はある、主はここにいる、主の臨在がある、そのような約束は感謝します。祈ります。天の父様、私たちの間にある愛せない思い、許せない思い、敵対心、拒みたい思い、そのような思いを今イエス・キリストの御名によって縛ります。それらをつなぎます。そして主よ、あなたの喜び、愛し合う幸い、そのような心が解き放たれることを願い求めます。御心にかなった願いは必ず叶うから、私たちはあなたに感謝を申し上げます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝の拍手を送りましょう。アーメン。どうぞご着席ください。感謝します。アーメン。神様の言葉、神様の約束、それを信じていますか？それは私たちに素晴らしいことを保証しています。アーメン。それを受け取っていきましょう。アーメン。そのような喜びがあるので、私たちは感謝を持って捧げ物という形を持っても礼拝することができることを感謝します。ご用意のない方はカゴが回ってきますが、そのまま隣の方に渡してくださって結構です。感謝と喜びを持ってこの捧げ物の時間を持ってまいりましょう。今日捧げる捧げ物を手に持っていただけますか？手に持ったら祝福したいと思います。天の父様、私たちの手にまく種、
あなたに捧げることができるという特権、それが与えられていることを覚えて感謝します。主よ、この種をあなたの御国のためにお持ちくださいますように、あなたの御心を成し遂げていくためにこの種をもお持ちくださいますように、あなたの御国が私たちの心にあり、また教会兄弟姉妹の中にあり、この日本の中に広がっていきますように。神の国は広がっていくものであることを覚えて感謝します。感謝してイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。捧げ物時間を持ってまいりましょう。はい、それでは捧げる時間に I speak Jesus と新しい曲なんですけれども、今から歌います、賛美します、心を込めて賛美します。どうぞもし、心の中でご一緒に賛美できたら感謝です。
ね。感謝します。ワシップ市民の方々ありがとうございます。感謝します。いくつかアナウンスをさせてください。まずですね、今日中高生会がございます。赤レンガバレースタジオですね、よろしくお願いいたします。またウクレレ教室もございます。こちらも赤レンガバレースタジオとなっています。はい、あとですね、今後の予定なんですが、1月の20日土曜日は4時半からこの場所でネクストジェネレーション礼拝がございます。メッセンジャーは俊介兄弟。また翌週27日土曜日は3時からゴスペル礼拝がこの場所でございます。メッセンジャーは私となっています。またですね、能登支援の献金をですね、入り口のところで集めていますが、多くの方々の協力に感謝します。ありがとうございます。お一人お一人に感謝します。集まりましたですね、先週の合計が353,850円です。今月いっぱい献金は集めるんですけれども、能登の支援はすぐに送ってすぐにそちらの方で用いていただくことも大事だと思いますので、スピード感も大事だと思いますので、毎週集まるたびにそちらの方に、内灘聖書キリスト教会の方にお送りして役立てていただこうということになっています。今月いっぱいですね、献金募りますのでよろしくお願いいたします。はい、あとですね、日野原街道ですけれども、改修工事を予定しています。壁やですね、屋根の方をですね、工事しなければなと思って工務店さんに見てもらってたらしいんですが、工務店さん曰くですね、いや土台と柱がこれは先にやった方がいいねということでですね、土台と柱の工事をしなければならないという状況があるそうです。でですね、かなり費用はもちろんかかることになるので、ぜひ覚えてお祈りくださればと思います。よろしくお願いします。あとですね、洗礼式を予定しています。2月の18日大久保街道で洗礼式を予定しています。すでにですね、洗礼希望の方4名、いることを感謝します。ありがとうございます。まだまだですね、洗礼受けてないという方おられたら、スタッフの方にお申し出くだされば洗礼準備間に合いますのでよろしくお願いします。はい、あとですね、祈りの家学び会というのが週報に載っていると思います。祈りの家の活動はですね、この場所でもまた日野原街道でも行われていて、24時間ではないですけれども、日曜日から土曜日まで実は全ての日やっているんですね。で、週報にそのやっている時間は書いてあるんですけれども、こちらですね、なぜ祈りの家なのかとか、なぜこれをしているんですかという質問が結構ですね、スタッフの方に寄せられているそうなんですね。なので、祈りの家のですね、水曜日金曜日またシャバットの時間の監督であるですね、みちる姉妹がそのことを教える講義の時間を持ってくださるそうです。2月の3日3時半から17時まで、その時間を持ちます。よろしくお願いいたします。あとですね、週報の方に祈りの家の時間なんですが、土曜日の10時12時リーダーの育成っていうのが加わっているんですね。この時間監督私がすることになっています。リーダーの育成って何かというとですね、私がやってることをシェアしていくだけです。このシャローム教会もですね、私もいつまでも若手ではないので、すでにですね、もうちょっとしたら年金受給ですよ。なのでですね、いつまでも若いつもりでいてはならんと、更新を、聖書の中では50歳になったらレビ人は更新を育てる役割をして最前線には立たないんです。なので私もですね、もうそういう基準で言ったら前線に立てないんですね。しかし、シャローム教会に次世代が立て上がる、次の牧師たち、次のですね、リーダーが立て上がっていくために、すでにリーダーはいるんですけれども、牧師になるようなそういう人間が立て上がっていくためにですね、この時間を持っていければなと思っています。私が日課としてやっていることをシェアして、なぜこうなのかということをですね、教え、一緒にやれば少なくとも私ぐらいにはなるだろうと思っているので、私は水の汲み方を教えるだけです。で、水汲むしもべとして神の前に仕えることを一緒にやっていくことで、しもべとして成長できるのだろうと信じているんですね。なので、この時間を持っています。興味のある方はいらしてください。あとですね、24時間の祈りのウィークなんですけれども、今月は今日から20日までの1週間となっています。廊下のところに表が貼ってありますので、そちらにコミットしてもいい時間あるならば記入してくだされば感謝です。はい、あとですね、教会クワイア次回リハーサルは1月の28日の13時半から14時半なんですが、場所はスタジオノードとなっています。きっといつもの場所と違うので、
こう書いてるんだと思うんですけれども、お間違いがないようによろしくお願いいたします。あと第二礼拝で実はですね、食事会を月に1回やっていってはどうかということがですね提案され話し合われています。お正月もお汁粉を食べたりですね、クリスマスもみんなで食事をしたりとですね、素晴らしい交わりの時間が持てたことを感謝します。2月あたりから始めることができればなと思っているんですが、どんなことができるかまだ分からなくって、そして奉仕者も必要ですし、形はまだできていないんです。今日ですね、第二礼拝終わった後にそのことに重荷がある方おられたら、来週ですね、私もそこに参加するようにします。ぜひですね、集まってくださればと思います。よろしくお願いします。共にですね、良い交わりができるために話し合いをしていきましょう。アメン。はい、あとですね、今回 LINE で送られてきたものもですね、別紙みたいなものがついてて、すごくたくさん情報があったと思うんですけれども、年末クリスマスとかいろいろあるので情報控えてた部分があるんですね。それがどんどん出てきているので、こういう形になっています。第二礼拝のアッシャーの奉仕者を募集しています。いつもですね、担ってくださっている方感謝します。さらにですね、多くのアッシャーの方が来てくださればより豊かな働きになると信じます。ぜひですね、やってもいいという方は私の方にお声掛けください。あと今週末ですね、1月の20日土曜日、日野原街道の礼拝にスレイマン先生がいらっしゃいます。この場所でもコロナ前に最後に来てくださったゲスト講師はスレイマン先生だと思うんですけれども、そのスレイマン先生、日野原の方でゲストスピーカーとしてメッセージ取り継いでくださいます。よろしくお願いいたします。あと受付に2種類のチラシがあったと思うんですが、そのうちの一つはですね、 RPG 祈りのリバイバル特別集会というチラシです。1月の26日から31日までですね、グッド TV が主催、グッド TV という台湾のゴスペル放送局ですね、ここが主催で RGB 祈りのリバイバル特別集会というですね、イベントが持たれます。講師はですね、ドナルド・ヤング先生というですね、国際祈祷協会の方です。その方がですね、来てくださって教えてくださいます。そんなに長い期間どこでやるのかというとですね、いろんな教会をで行うんですね。クオンキリスト教会、あとヨドバシで行い、 JTJ のある上野の教会でやり、そして最終日、東京方面の最終日ですね、あと沖縄があるんですけど、東京方面の最終日1月31日がシャローム教会となっています。こちらですね、参加は無料でどなたでもご参加いただけます。ただしですね、参加に QR コードで申し込むというのがあって、無料なのに申し込み必要ですかと聞いたらですね、テキストをお配りしたいのでぜひ申し込みやってくださいということでした。チラシが後ろに置いてあります。そちらから申し込みができます。よろしくお願いいたします。あとですね、東京リバイバルというですね、グループに私たちは参加しているんですけれども、東京リバイバルが主催でワーシップカンファレンスというですね、集会を2月の26日から28日の3日間、東京ライトハウスチャーチで行います。こちらですね、ゲストはメインゲストはトミー・ウォーカーというワシプリーダーです。トミー・ウォーカー知ってるという方いらっしゃいますか。いた、よかった。はい、トミー・ウォーカーですね、世界中で用いられているワシプリーダーですね。知ってる曲だと、私の知ってる曲だと、He knows my nameHe knows my every thought. Da la 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 la. Da la 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 la. ですね。そんな感じ。まあ歌詞は分からないんですけど、サビのとこだけは私でも知っています。そんな感じ。世界中で歌われている曲をですね、多数、作曲している方ですね。その方がですね、来てくださって、でメインゲストです。そしてその他にはですね、韓国からアイザイア61というですね、若者のグループ、あと日本からはムカヒカオリさんというですね、関西の方、あと中山裕太先生が来てくださって、そのカンファレンスを持ちます。こちらはですね、チラシを置いてありますのでご覧ください。申し込みはですね、 QR コードからとなり、こちらはですね、1セッション1000円ずつ登録料が必要です。よろしくお願いいたします。またですね、シャローム教会がですね、東京リバイバルの事務局ということがあってですね、私事務方をやってるんですね。
なので、受付の事務をやってくれる方はですね、この参加者の中から、ぜひですね、いてくれたらと思います。集会に参加できないような形にはしません。絶対全部に参加できるようにして、その空いてる時間を受付してくれるような方がいたらですね、あ、助かるなと思っています。やってもいいという方は私の方にお声掛けください。はい、アナウンスは以上です。ではですね、私たちは御言葉を持って神を褒めたたえていく、そのように礼拝をですね、続けていきたいと思います。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたは良いお方です。私たちにいつも良いものを賜る神である言葉で感謝します。この時間にもあなたの最良の小麦を持って、私たちを養い、私たちを立て上げ、キリストの似姿に成長させてくださいますように。神を知るための知恵と啓示の御霊を注いでくださいますように感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、感謝します。今年の新しいですね、テーマは新しい戒め、互いに愛し合うというですね、このことですけれども、今日ですね、ワーシップリーダーの高橋久美さんも言ってくれたんですけれども、これですね、意識を持って取り組むということをする前はですね、ああできるできる、だってクリスチャンだもんとかって思っちゃうんですけれども、実際に取り組むと問題がたくさんあるな、自分の中にはちょっとやりたくないなって思いがあるなとか、いろんなものをですね、見出すようになっていきます。やるまでは問題って見えないんです。でもやりだすと問題って見え始めてくるんですね。問題が見えたらどうするんでしょうか。私、問題が見えるのが悪いことだとは思わないです。問題が見えたら祈るんです。問題が見えるたびに神の恵みが必要であることを認めて、神の前にへりくだることです。へりくだるものに神の恵みは大きい。その神の恵みのゆえに私たちは力を得て、恵みによって強められて、一歩また前進できるんですね。一歩前進したらですね、喜んでください。また次の問題見えてきます人生ってそういうものじゃないですか。一歩進んでは問題、就職してみたらまた問題がある、結婚してみたらそこにも問題がある。でも私はですね、素晴らしいこともお伝えします。問題以上に素晴らしいことがあります。それをですね、常に神は味合わせながら問題も提示するんですね。問題ばっかりだとモチベーションがもう続かないじゃないですか。お先真っ暗っていう世界を神は私たちに展開するんですか。確かに死の影の谷を通ることもあります。しかし神はその闇の中にも必ず希望を与えてくれる方なんです。信仰によって私たちに希望を与え、私たちの中に愛の情熱を与えるのは神であることを感謝します。なのでですね、神に信頼しましょう。キリストが愛されたように互いに愛し合う私たちにますますなっていきましょう。これはですね、キリストの律法という言い方ができるという、そういう言い方もできますねっていうことを前メッセージで第2でしたことがあるんですね。これはキリストの律法です。聖書はそのように書いています。私たちはもちろんですね、あらゆる律法のプレッシャーから解放されたものですよ。律法を守るから神に受け入れられるというですね、そのような束縛、そのようなプレッシャーからは私たちは解放されたものであることを感謝します。あるがままに受け入れられる私たち、罪あるままでイエス様は私たちをおいでと手を広げて迎え入れてくださった。だから私たちは神のもとに飛び込んでいきましょう。私たちはそのような律法を守るから愛されるとか、そういうことではなく、愛されているから神に従いたい、そう思えるものに変えられつつあることを感謝します。私たちは律法のプレッシャーから解放されたものですけれども、でもこのキリストの律法って、これは別問題ですよ。これは私たちの追うべき身であって、私たちの生涯のテーマです。聖書がそう言ってるのかどうかってことを私はいつもお見せしたいです。第一コリントの9章21節、第一コリント9章21節、一緒に読みたいと思います。3、はい、律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。アメン。パウロはそのように語ってるんですね。私はもう律法の持たない人々に対しては律法のないもののようになりましたというふうに言ってるんですね。だけれども、キリストの律法を守るものですということを言ってます。これは私たちの生涯のテーマです。
主が愛してくださったように愛し合う。私たちはですね、それに関しては私たちの生涯のテーマであることを認めましょう。誰に対しても何のプレッシャーも借金も、もう借金持っていた遺跡かな、お金借りることはありますね、まあ、そういう負い目という感じですね。負い目があってはならないですけれども、だけれども人を愛するということ、このことに関しては互いに愛し合うということに関しては別です。ローマ人への手紙13章の8節、ローマ13の8節一緒に読みたいと思います。3、はい、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。アメン、こう書いてあるからです。私たちはですね、この互いに愛し合うということに関してはもう別なんだよ。これはもう生涯のテーマ、私たちの追うべき十字架、私たちの重荷なんだよということをですね、パウロは認めているんですね。私たちは共にこの十字架、自分の追うべき十字架、主が愛してくださったように愛し合うというテーマ、それを握り私たちは歩んでいきましょう。ね、感謝します。ヨハネはですね、キリストの律法というものをですね、神の命令を守るということの中核において絶えず説明しています。ヨハネの手紙の第一を読んでいるとですね、そのことを理解して読んでていくととても理解しやすいですね。ヨハネは何を言わんとしているのか、これは新しい命令をあなた方に与えるが、これは全く新しいものではなく古くからあるものだとか、もう謎々のようなことを散々言うんですね。しかしこれが主が愛してくださったように愛し合うということなんだということを理解していくと、だんだん紐解けていくんですね。ヨハネはそのように私たちに教えています。神を愛するとは神の命令を守ることです。その中核にあるテーマ、それは私たちが主が愛したように愛し合うということです。私たちはですね、そのようなものになっていくことを、信じましょう。私たちの力ではない。だからですね、プレッシャーから解放されてください。神は私たちに絶えず恵みを与えてくださいます。その恵みによって、神の力によって私たちは成し遂げていくことができます。祈り始めることです。今日はですね、このヨハネの福音書のこの箇所からではなくですね、旧約聖書からこの今年のテーマに結びつくところをですね、学んでいくことができればと思っています。旧約聖書第一サムエル15章22節から24節、第一サムエル15章22節から24節、ここから今日はですね、教えられていきたいと思います。一緒に読みたいと思います。3、はい、するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです。アメン、こう書いてあるんですね。どういう光景かといったら、サウルが、生贄を捧げようと待ってたんですけれども、いやこれは違うな、サウルがですね、羊とかですね、を超えたものをですね、取っといたんですね。これはもう整絶してしまうのは惜しいと思ったんですね。本当は全部整絶しなさい、つまり殺して処分してしまいなさいという命令が出ていたにもかかわらず、サウルはですね、取っといたんです。なぜ取っといたかといったら、惜しかったからです。そしてですね、それがやってきたサムエルに見つかってしまうわけですね。リビングバイブルを見るとですね、面白いです。サムエルはやってきて、じゃあ私の耳に入ってくるあのメーメーモーモーという声は何なのだというですね、そういうとてもですね、分かりやすい書き方をしてくれるんですね。その生贄を取っておく、家畜を取っておく、そのことのゆえに叱られるわけですね。で、神の言葉をあなたは退けましたね、だからサウル、あなたも王位から退けられますということが言われてしまう。でサウルは何だったのか、その後どう言ったのかといったら、罪を犯しました、私は
民の声に従って神の声を退けてしまいましたということを言う、そういうエピソードですね。ここを見るとですね、聞き従うことはどのような生贄にも勝る最高の生贄なのだということをですね、見ることができます。はい、だから主の命令を守る、この主の戒めを守るっていうのは最高の生贄を捧げる、最高の礼拝と言っていいでしょう。そしてですね、主を最高にお喜ばせする礼拝なんですね。ここにもですね、15の22を見ると、聞き従うことほどにその他の生贄を喜ばれるだろうかって、この生贄を喜ばれるか、聞き従うことという生贄を最高にお喜ばせするものです。私たちは神をお喜ばせするものになりましょう。そうなる、そのような生贄だということですね。今年のテーマは本当に素晴らしいと思います。はい、私たちはですね、この私たちが主が愛してくださったように互いに愛し合うっていうですね、その戒めを握るときにすぐにですね、じゃあ人にアプローチしようって行きがちなんですけれども、でもその前に主が私たちを愛してくださったようにってついていることがミソだと思うんですね。それは私たちと主との関係がまず土台にあった上で、私たちが互いに愛し合うんだということです。主がどれほどに自分を愛してくれているのかということを知らずに、実感せずに、じゃあ同じようにって人にできないわけですよね。主が私たちを愛して、許してくださったということを実感せずに人を許せないわけですよね。なのでこの主が愛されたようにっていうですね、神との愛の関係っていうのがまず先に来るわけですね。まず神に捧げ、それから人にという原則が聖書の中にはたくさん散見できます。例えばですね、エリアが貧しいヤモメのところにやってきたとき、もうこの粉を食べて焼いて、焚き火で焼いて、もう食べて死のうと思ってるんですっていうですね、ヤモメが言うんですね。子供と一緒にもうこれ食べて死のうと思ってる、もう貧しいんだ、そういう人いると。やはりエリアはそこにやってきました。まず、皆さんだとどうしますか。ああ大変だねと、私の持ってるものでなんか力になれないかなって行くんじゃないですか。でもですね、エリアはそうしなかったんですね。まず私に持ってきなさいって、いやすごいこと言うなと思うんですけれども、それでパンを焼く、それはいいよ、で焼いたらまず私に持ってきなさい、それからあなた方食べなさいよっていうことを言うわけですね。それはエリアがもう強欲だからですか。エリアがまずお腹ペコペコで私の方が大変なんだよっていうことですか。そうではなくて、エリアは神の代表者としてそれを語っているんですね。まず神に捧げなさい、それからあなた方が食べなさい。その原則に従ったとき、それはですね、祝福されたんですね。彼らは助けられたんです。亀の粉は尽きることなく増えていった、いつまでもなくならなかった、そういう祝福があったんですね。まず神に捧げ、それから人にという原則があります。例えば第二コリント8章の5節、これは献金の話ですが、この時にもそのことが見ることができます。第二コリント8章5節、一緒に読みたいと思います。3、はい、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。アメンなんですね。献金を捧げたわけですけれども、献金を捧げるということはもちろん直接的には物理的には誰かに渡すわけです。でもそれは誰かが受け取っている前に神にまず捧げているんだということを言っているわけですね。私たちが捧げる11献金も、この感謝献金も、全てそうです。ノートに捧げる献金もそうです。まず神にという思いで私たちは捧げているわけですね。そして実際に困っている人々に届いていったらいいと思っています。まず神にという原則です。これが大切ですね。そのことを学ぶときに、この聞き従うという礼拝の前に私たちはやるべきことがあるんだということですね。なのでその見落としてはならない、そのステップというものを今日はですね、見つめ直すことができればと思っています。1番目のポイント、今日はですね、2つのポイントで見てみたいと思います。1つ目のポイント、それはですね、祭司の礼拝、王の礼拝の両方を大切にするということです。そういう言葉をですね、私はあまり聞きません。これ私が勝手に作った造語です。だからですね、それほどそのネーミングに気にしなくてもいいです。でも祭司の礼拝と王の礼拝っていうものが
あるなと、今日の箇所からもですね見ることができると思うんですね。ちなみにですが、新約時代の生贄ってどんな生贄ですか？牛、羊、ヤギ、鶏、持ってこないでください、困ります。家畜って結構臭いです。だからですね、ダメです、ここに持ってこないでください。はい、そうじゃなくて、私たちが持ってきて神の前に携えて捧げるべき生贄があります。礼拝には絶対に生贄があるんです。で、どんな生贄を捧げるのでしょうかということですね。新約時代の生贄はどんな生贄なのか。それはですね、賛美の生贄です。それは感謝の生贄です。そして喜びの生贄です。そして分かち合うということも生贄だと書いてあります。そして自分自身を捧げるという生贄、自分を生きた供え物とするという、そういう生贄、この5つを見ることができると思うんですね。これが新約時代の生贄です。聞き従うという最高の生贄があるから、だからそれらが捧げられなくて良いということですか？賛美はいらないですか？もう感謝はもういいですか？喜びは終わりましたか？そんなことはないです。私たちは賛美を捧げるためになりましょう。感謝を神の前に捧げ、喜びの生贄を神の前に捧げましょう。それは本当に必要な礼拝なんです。大事な生贄なんです。これなくして、その先にある聞き従うという生贄を捧げることができません。なのでこれはですね、言ってみれば、祭司の礼拝です。賛美を捧げる、またですね、祈りの子を立ち上らせるという、そのような礼拝、祈りの子を立ち上らせる、喜びの生贄を捧げる、それらは祭司の礼拝と言っていいでしょう。そしてですね、第一サムエルの15章の今日の御言葉を見るのであれば、聞き従うことは王の礼拝です。なぜならば、もう一度出せますか？第一サムエルの15章を見るならばですね、あなたは神の言葉を退けた、つまり聞き従わなかったので、神もあなたを王位から退けると言ってるんですね。王としての礼拝をできなかったので、あなたは王位から退けますよということです。神の民じゃなくなるということを言ってるわけじゃないですね。王位から退けると言ってるんです。あなたは王としての礼拝をしなかった、だからサウルよ、あなたは王位からは退きなさいということを言ったわけです。聞き従うことは王としての礼拝です。王としての礼拝を捧げる前に、祭司としての礼拝があります。私たちは祭司の礼拝を捧げるためにまずなりましょう。そして王の礼拝を捧げるためにもなっていくんです。イエス様はキリストの血によって私たちを王であり祭司とされたと書いてあります。なので私たちはその両方を尊びましょう。どちらかだけではないです。神の前だけ仕えていれば人を愛さないでいいのではないです。人を愛するから祈る時間がないでもないです。賛美も祈りも感謝も、そして人を愛することも分かち合うことも、全てが必要です。全部が尊い生贄です。全てを捧げる、そのようなものになっていきましょう。私たちですね、このような祭司としての礼拝を捧げていくと、御霊に満たされ、私たち恵みで満たされていきます。第一テサロニケの5章の16節から19節、有名な箇所ですけれども、ここにはですね、その祭司としての礼拝が描かれているということができると思います。第一テサロニケ5章16節から19節、一緒に読みましょう。3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。アメン。こう書いてありますね。もう有名なところです。皆さんもうプロジェクター見なくても言えるんじゃないでしょうか。もうメッセンジャーも散々これ取り上げます。だからもう耳にタコっていう感じかもしれないです。でもこれはですね、よく考えてみてください。喜び、祈りの子、感謝、これって何ですか？これ祭司が捧げる礼拝です。これは祭司の礼拝の生贄なんですね。その生贄たちが書かれています。その祭司としての礼拝を捧げていくと、御霊が燃え上がるんですね。神の恵み、御霊の注ぎ、それを私たちは受け取っていくことができることを感謝します。この恵みにあってしか私たちは聞き従うということに踏み出せないし、行う力はないです。
なので私たちはですね、この祭司としての礼拝を捧げ、御霊に満たされていきましょう。はい、他のところもそう言ってますよ。エペソの5章18節から19節エペソ5章18の19 18と19一緒に読みましょう。3、はい、また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。アメン。こう書いてあるんですね。パウロはですね、そういうふうに命じています。酒に酔ってはいけません、酒を飲むなとは言っていないです。でもですね、酔っちゃダメだとは言っています。そういうデリケートゾーンというか難しいゾーンがあるので、大体献身者はお酒飲みません、飲む人もいます。でもすごいもう鉄の意志を持って酔っ払うところにはいかないんでしょうね。私はもともとアルコール飲めないので、もうそもそもこのことで苦しまないんですけれども、酔ってはならないと書いてあります。そうじゃない、御霊に満たされなさいって言ってるんですね。初代教会が聖霊様を受けた時、彼らは甘いブドウ酒に酔ってるんだと言われるような、こう霊的酩酊状態というか、そういう状態だったんだろうなと推測できます。彼らは何かに満たされていると、何かこう、なんか他の人と違う何かの状態があるということを周りが認めることができたんでしょうね。私たちも礼拝の中でそういうことはないですか？なぜか喜びが湧いてくる、なぜか涙が出てくる、 なぜかもう立っていられない。私も礼拝捧げていく中で、本当崩れるようにですね、言葉が出なくなることがあります。毎日祈ってるんですよ。毎日祈ってるにもかかわらず、神の前にひざまずいていたら何かが心をつかむんですね。で、賛美捧げていたのに賛美の声が出なくなっちゃうんです。そういう経験ないですか？はい、もう言葉が言葉にならない。満たし、あふれ、何か、そういうものが礼拝の中にはあります。で、その度に思うんです。ああ、神の恵みがいつも必要だな。もう無感動な人間になっちゃうなと。礼拝なかったら憐れみの心も湧いてこないんだろうなと思っちゃいます。私たちはですね、神の前に祈るもの、賛美を捧げ、ここでもですね、詩と賛美と霊の歌と思って、祭司の礼拝です。そのような礼拝するものは御霊に満たされていくんだ、そういうふうに書いてあるわけですね。私たちはそのように御霊に満たされた、シャローム教会になっていきましょう。アメン。私たちはですね、肉の力によって神の愛を解き放つことはできません。今年のテーマ、互いに愛し合う、私があなた方を愛したように互いにあなた方も愛し合いなさい。この愛っていう言葉はですね、アガパオっていう言葉が使われています。アガパオっていうのはアガペーのことです。アガペーの動詞形です。フィレオではないんですね。フィレオは友人同士の愛のような愛でも、ここではアガペーが使われるわけです。神の愛、神が愛してくださったように互いに愛し合う愛なので、そこには神とのつながりがどうしても必要です。御霊の力によって私たちはですね、これをなし、またその情熱が燃え上がってくるんですね。御霊を消してはなりませんというような、その聖霊様の炎、これがなければ私たちはそのことに取り組んでいけません。そのモチベーションが湧いてこないんです。モチベーション湧かないのでやらないですよ、きっと。でも御霊に満たされるとき、じっとしてられないんです。そういう経験ないですか？私ですね、経験あります、しょっちゅう。教会に来た時もう感じました。これはもうクリスチャンとして熟練したから感じるとか、そういうものではないと思います。その時その時に神が与えてくださるモチベーションというか情熱ってあると思うんですね。私、教会に来たばっかりの時ですね、本当に役に立たないものでした。まあ、大体ですね、何の免許も持ってないですね、プータローでやってきたので、ここにですね、何の役にも立たないと、ただ隅に座ってですね、いるだけでした。でもですね、何か役に立ちたいっていう思いがですね、ふつふつと湧くんですよ。ああ、何か役に立ちたい、何か役に立ちたいって、そう思ってですね、
受付にぐい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 食い込んでいって、あ、僕も一緒に手法おるよとか言って手法おったりですね、あとパワーポイントの方針、やりますやりますって言ってやり始めたりですね、頼まれてもいないのにですね、第三礼拝でお菓子作りますとか言い始めてお菓子作り始めたりですね、とにかくですね、じっとしてられないんです。内側に情熱があるとじっとしてられないものじゃないですか。情熱があるのにじっとしてられる人いますか。その人はですね、拷問にあってるような状態だと思います。内側にやる気が満ちてるのにやっちゃいけないって、うわーって笑っちゃいけないの我慢してる小学生みたいなもんですよ。もう苦痛みたいな、そういう感じじゃないですか。そういう情熱、神がですね、私たちの中に与えてくださるから感謝します。私たちの力はミクロスでいいんです。フィラデルフィア教会にあった力は、あなたが去ったは少しの力しかないがって言って、彼らはですね、しかし私の戒めを命令を守ったねって言って褒められるんです。そのような私たちもフィラデルフィア教会のような教会でありますように、私たちの力は少しでいいんです。神が力です。私たちの信仰はもうからし種でも十分です。本物であったらいいんです。絶えず握りしめられている、絶えず心の中にある本物の信仰であればそれで十分です。奇跡は起こります。山は動きます。本物であったらいい。私たちはそんな信仰を持って、私たちにはちょっぴりで十分です。神が偉大です。なのでそのような私たちになっていきましょう。それができてくるためには神を絶えず褒めたたえていく、そのような礼拝ってどうしても必要です。はい、祭司の礼拝、祈り、賛美、また御言葉の朗読もそれに入るでしょう。祈り、そのようなものはですね、尽きることのない泉からその汲み上げるための呼び水のようなものです。呼び水って知ってますか。こっちから水流したいという時にこっち側からも水出すとビューって流れたりするんですね。そういう呼び水のようなものです。私たちの口の言葉が呼び水になります。なので私たち口の言葉には重々気をつけましょう。この呼び水が賛美や感謝、良いものを湧き上がらせるための呼び水になるのであれば、私たちの口の言葉が呪いを吐き出したり、何かこう神に喜ばれないことを、人を傷つけるようなこととか、こう呪うようなことを言うと、それはまたそういう方向にも働くということです。私たち口の言葉には十分気をつけましょう。そして感謝、賛美、御言葉、信仰の告白、それを私たちがしていくとき、私たちの内側から感謝と賛美が湧き上がるようになります。私たちの中に信仰が湧き上がるようになっていきます。御言葉が信仰に結びつきます。そのような技がもうこちらから呼べばこちらからもつながるというですね、そういうことが起こってきます。私たちが救われることも、ただ主が一方的に私たちに投げかけたのではなく、私たちも口の告白を持って、あなたが主です、救い主ですと私たちが告白したから救われたんじゃないですか。私たちの口の告白と神様のアプローチ、この両方があって私たちは救われたものであることを感謝します。それはあの時一回の出来事ではなくて、私たちの生涯の間、絶えず絶えず何回も何回も行われることです。私たちのこの口の告白が神、私たちの心の思いと口の言葉が御前に受け入れられるものでありますように。そして私たちはこの湧き上がる泉からですね、汲み上げていく、そのようなものになっていけることを感謝します。聖書は言葉のことを水に例えることがありますね。御言葉により水の洗いを持ってと言ったりする。この口にも水を流すんです。そして心からも泉が湧き上がってくるんです。それがつながってくるということが重要です。詩編の一編もそうですね、御言葉を絶えず口ずさむもの、そのものは水路のそばに植わった木のようだ。つまりもう尽きることのない泉のそばに植えられたように、泉が、新しい新鮮な水が絶えず流れ出るようになっていくんだ、そういうふうに書いてあります。私たちの命の底、この腹の奥底にその源泉があります。一人一人の中に源泉があるんです。尽きることのない泉があります。偉大な情熱を、愛を、信仰を、希望を汲み出すための泉がこの中にあります。私たちの口もそれを呼びましょう。そうしたら私たちは尽きることなく組み上げることができます。自分の力なんてすぐ限界やってきます。モチベーションなんかすぐ枯れます。しかし主は尽きることなら泉から私たちを潤してくださる。この方にあって生きていきましょう。
この方に会って歩みましょう。そうしたらいつも私たちの荷は軽いです。その信仰に結びつくってことが大事ですね。それはヘブルの手紙の4章の2節にそのこと書かれています。一緒に、読みたいと思います。一緒に読みましょう。3、はい、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。アメン。聞いても私たちがその信仰に結びついてないということがあります。聞いただけでは、一回聞いただけではなかなか結びついてないということがあるんですね。しかしどうやったら結びつくんでしょう。私たちが告白することです。何回もそれを口ずさむことです。そしたら私たちは泉から汲み上げていきます。信仰と結びつくようになっていきます。だからぜひですね、私はお勧めします。個人的に語られた御言葉、約束があるのであればぜひメモを取ってください。そしてですね、タイミングを決めてそれを読み上げて心で口ずさむ、何でもいいです。思い返すんです。瞑想するでもいい、口ずさむでもいい。そうしたら私たちはですね、それが自分の信仰に結びついていくということが起こってきます。何回も聞かされているうちに、何回も言っているうちに信仰になるということを私たち散々体験してきてないですか。進化論もそうじゃないですか。ちっちゃい頃から教え込まれて、猿は猿から進化したんだよ、アメーバが分裂したんだよって教わって、何回も何回も聞いてきて、でもあれよくよく考えてみるとちょっと信仰的な部分ありますよね。そうだっていう説であって、あれは論であって、科学的実証は難しいわけですけれども、でもちっちゃい頃散々聞かされてきたので、いや聖書がこう言ってるけどにわかには受け入れがたいって最初ならないですか。まあ、見ていきなり信じた人もいるんですけども、本当かな、それだけは嘘じゃないかなと、そう思いながら聖書を読み始めていく。でもだん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 聖書を何回も読んでいくうちに、いやいや神が作ったよっていう確信がやってくるんですね。何回も聞かされているうちにそうだって思っちゃうってことってあるものです。だから私たちは何回も偽りを真理で打ち破るんです。嘘を破るのは本当のことです。本当のものが来たら嘘は去っていきます。散々私たち偽りっていうものを吹き込まれている部分があります。だから私たちは真理によって、本当のことによって打ち破っていくんです。嘘を握ってたら苦労します。だって嘘だから、本当じゃないから、自分が中心だって教え込まれるじゃないですか。自分の力で生きていけよとか言われるじゃないですか。なんかその気になっちゃって頑張ってやってみるんだけれども、なんか私は世界の中心じゃない気がするってなってこないですか。本当にそうじゃないから苦労するんです、そういう生き方をすると。でも神が中心なんだってことをですね、聖書は私たちに教える。そう思うときに解放がやってくるんです。ああ、神が愛してくれているってことを知るとき解放がやってくるんです。ああそうなんだって。なので私たちは真理によって解放されていきましょう。はい、賛美の習慣、感謝の習慣、祈りの習慣を持ちましょう。これですね、習慣づくってことが大事です。感謝って日本人あんまり、日本人はありがとうの文化を持ってますけれども、あんまりですね、感謝を私はですね言わない環境で育ってきました。家の中でもありがとうってあんまりなかったなと思っています。で私もですね、ご多分に漏れず人に感謝するってことが足りない、まあ今も足りないんでしょうけれども、生き方をしてきました。でもですね、感謝することって始めてみるとですね、いっぱい感謝できるんですよ。ああ、あれも感謝だな、これも感謝だなってなってくるんですね。今日も朝ですね、5時台、いや6時ぐらいかな、6時ぐらいに、6時ちょっとにですね、野方の駅に、まあ、いたわけですね。めちゃくちゃ寒いんですよね。まあ、東京はまだ暖かいです、0度ぐらいですけれども、で駅にいて、ああ朝焼け綺麗だなと思ってですね、もう感謝が湧いてくるんですね。あ、神様感謝です。今まで多分私ですね、20年前30年前の自分であったら、6時台の野方の駅に立たされたらですね、なんでこんなことやってんだと呪いの言葉しか出てこなかったと思いますが、同じ環境に立ってですね、あ感謝だなって心から思え、
心口から出てくるんですね。感謝の習慣をつけると感謝って次から次へと湧いてきます。祈りもそうです。祈る習慣をつけると祈りは次から次へと湧いてきます。喜びもそうだと思います。愛も。なのでその習慣を少しずつ少しずつつけていきましょう。一気にいっぱいやるっていうのはですね、あんまり私は好きではないです。コツ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 です。習慣づけです。習慣は人格になっていきます。習慣をつけることです。はい、終わっちゃいそうな感じになってきたので 2番目に行かないとです。2番目のポイント、それはですね、王の礼拝のために人を恐れるのではなく主を恐れるということですね。王の礼拝のために、まあ、そこに移っていきたいんですけれども、主を恐れる心、神を愛する心っていうものも御霊に満たされて燃え上がってくるわけですね。イザヤの11章を見るのであれば、聖霊様は主を恐れる霊と書いてありますね。なので御霊に満たされるとき、私はですね、主を恐れるということをの情熱が燃え上がってきます。で、主を恐れるなら私たちは他の恐れを払拭していくことができます。自分の将来を恐れたりとか、人の顔色を恐れたりとか、私たちの日常って恐れたくさんあるじゃないですか。なんならなんかイベントを企画して家族旅行行こうって考えたとしても、その日の天気大丈夫かなとかいうのが不安になったりしてですね、言い知れぬ不安がやってきたりする。なのでですね、あっちこっちに不安の種って転がっているものです。でもこう主を恐れるならば、私たちはそういうものを払拭していくことができます。サウルが神に聞き従えなかった、王の礼拝を捧げられなかった理由っていうのが今日の箇所のに明確に書かれていますね。第一サムエルの15章の24節出ますか。さっきのところ最初の御言葉の3個目のところですね。これです。サウルはなぜその王の礼拝聞き従うことができなかったのか。それは私は民を恐れて彼らの声に従ったっていう、これですね。これがサウルの原因だったわけです。サウルが聞き従えなくなったその原因は人を恐れたからです。故に神に従えなくなった。箴言の29章の25節、箴言29章25節一緒に読みたいと思います。3、はい、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。アーメン。こう書いてあります。人は恐れるものではありません。私たちが恐れるのは主のみです。私たちはでもですね、人に対しての配慮をしましょう。人は配慮するものです。人は憐れむものであり、人は真心から愛する存在です。でも恐れるものではないです。それは違う。恐れはむしろ愛を引っ込めさせます。恐れ、怖くってできない、目立っちゃうから嫌だ、そういうふうにですね、愛する手というものを引っ込めさせます。何か憐れみのこう能登に献金捧げるとかもそうじゃないですか。いやいや捧げたいけど自分の将来も心配だしなとか、何かこう引っ込めさせるんですね、恐れっていうものは。しかし全き愛は恐れを締め出します。私たちはこの人に対する恐れ、将来に対するとか、自分自身の中にある不安とか恐れ、これに対してですね、御霊にあって勝利していくということが必要です。私たちはそのためにも祭司の礼拝というものが必要なわけですけれども、私たちは恐れの礼を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。御霊の力にあって私たちは恐れを締め出していくことができます。私たちはそして愛する情熱によって、全き愛は恐れを締め出すという言葉の通りに、愛の情熱によって恐れを締め出していくことができます。私たちは愛を選び取る、御霊に満たされて、御霊に燃やされて、愛を選び取る民になっていきましょう。恐れてビクビクする民であってはいけません。そうではない。私たちが恐れるのは神だけです。恐れが来るたびに神を恐れましょう。神に信頼しましょう。イエス様が十字架にかかるときのことをですね、思うんですね。イエス様も十字架にかかるときですね、私たちの恐れにも似たものがあったんだなと思うんですね。しかしイエス様が十字架を全うするときはどうだったのかといったら、恐れを締め出す心があり、恥をものともしない、恥ずかしめをものともしない、そのような覚悟があったなってことを思うんですね。
イエス様はゲッセマネの園で祈っておられるときに正直に告白しています。私のこの受ける杯、つまり十字架のことですけれども、十字架を私はできるならば避けたいと今思ってますよ、そういうふうに正直に言ってるんですね。これ私にとって決して心地いいものではありませんと正直な告白をしてるんですね。これは私たちに例えるならば、私たちの恐れや不安に当たると思います。ああ嫌だなと、したくないなと、できるならやりたくないなと、怖いな、そういうですね、不安恐れ、そういうものであると思います。でもイエス様はその時にどうされたのか、さらに祈りの中に入っていったんですね。そしてゲッセマネのその中で祈り、その時に天から励ましが送られました。ルカの福音書を読むのであれば、励ましの霊がイエス様のもとに送られ、イエス様は立ち上がったんです。もうその時には覚悟は決まっていたんですね。もう腹が据わっていたんです。もう恐れない、退かない、一歩も引かないというですね、その決心が固まっていたんですね。私たちもそのような愛するための決心をしていきましょう。覚悟が必要です。なぜならば、愛するって痛みを味わうこともあるからです。私しょっちゅうこの話して申し訳ないんですけれども、西武線で席譲るということで大体分は私ですね、愛するということを学ぶんですね。だってそんなことやった習慣ないので、私いいですとか、失礼なって言われたらどうしようかなって思うと、ちょっとビクビクしちゃうんですね。いやどうしようかな、失礼かな、嫌がるかなと思うとですね、なかなか席立てない。そういう中でですね、でも立ち上がります。どうぞって座ってくださいってやるんですね。で中にはやっぱりそういう人いるんですよ。失礼なみたいな、私はそんな年じゃないとかっていう、切れられたりすることもあるわけですね。はい、すいませんって謝ったんですけれども、そういう覚悟が必要です。そう言われちゃうかもしれないよというですね、覚悟は必要です。言われてもでもいいんだというですね、覚悟があると楽ですよ。覚悟がないともう次からやらなくなっちゃいます。覚悟が必要です。聖書は何と言っているのかで私はいつも説明したいです。第一ペテロ4章1節から2節第一ペテロ4章1節から2節、一緒に読みたいと思います。3、はい、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。アメン。こう書いてあります。私たちが神の御心に生きていく、主が愛したように愛し合うということに生きていく、そのためには一節見てください。私たちはですね、キリストが肉体において苦しみを受けられた同じ心構えを持つということが重要です。ああなんかやられるかもなという、迫害的なものを受けるかもなと、そういうこともですね、覚悟してしまえばいいんです。そうしたら私たちですね、武装されるんです。神の武具で武装される、この心構え、覚悟、決心、こういうものをイエス様がゲッセマネの園で祈った時に決心が固まり、立ち上がり、もう誰、イエスはどこだ、私がそれだと言って、相手の方がうおーっとなってしまうような、そんなことってビクビクした人間が言っても起きないですよ。イエス様がどれほどに堂々とそのことを言われたのかということです。神にある権威と意向みたいなものが示されるほどに、イエス様は私がそれだと言われたわけですね。それぐらいに私たちもビクビクおどおどではなくて、もう腰を据えてというか、腹を決めて、覚悟を決めてやるということが重要です。乱暴にならないでくださいね。配慮が必要です。何でも言いますが、私たち人を配慮すべきです。もちろん私たち神じゃないので足りない配慮かもしれないけれども、それでも精一杯配慮すべきです。そして思いやり、そしてでも恐れてはならないです。はい、私たちは神の愛で愛するためには信仰と希望が必要ですけれども、聖霊の力が必要ですけれども、私たちの側の覚悟も必要です。はい、愛することっていうのは戦いである側面があります。なのでね、私たちは戦う決心が必要です。ヨハネの黙示録の中にあって、花嫁たちは戦場に駆けつけたんですよね。決して傍観者ではなかったです。戦場に
駆けつける、共に天からイエス様と共に降りてきて、その戦場に立つんです。しかし戦うのは主なんです。私たちもキリストの花嫁です。その場所に遠く離れて見ている傍観者であってはなりません。共に立つんです。それには覚悟が必要です。初代教会弟子たちが聖霊の注ぎを受けた後に、みんなが周りを取り巻いていた、お前たち酔っ払ってるんだとか言われた時に、ペテロと他の人たち全部で11人が共に立ってって書いてあります。彼らは共に立ったんです。それまではビクビクしてたんです。彼らはおどおどしてたんです。イエス様は去っていっちゃった、自分たちも殺されちゃうかもしれないね、どうなっちゃうかわからないね、だから集まってたんです。そして祈っていてました。主が与えてくださるという約束を信頼しよう、祈ろう、そうやって集まって10日間も祈っていたんです。でもその後に御霊注がれ、彼らの中には共に立つという力強さが与えられていったんですね。私たちも御霊に満たされて共に立つ私たちになりましょう。何よりも主と共に立つ私たちになりましょう。そして兄弟姉妹とも共に立つ私たちになりましょう。そして私たちは堂々と、私たちは覚悟を決めて武装して、共に神の戦いを戦い抜きましょう。神の国は広がっていきます。恐れは締め出されていきます。私たちは偽りを締め出し、神の真理が解き放たれていく、神の栄光が表されていく、そのような私たちになっていけることを感謝します。人間はもともと愛し合うために作られています。人間はいがみ合い、戦い合い、殺し合うために作られたのではない。私たちはもともと愛し合う者として作られています。なぜなら神の似姿だからです。私たちは元の形を取り戻しましょう。一言お祈りをして一曲賛美を捧げたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。新しい戒め、主が愛してくださったように愛し合うというこの戒めをありがとうございます。私たちを取り扱い、私たちを作り変え、私たちを解放してくださるあなたの真理の力に私たちは信頼と感謝を申し上げます。主よ、あなたを礼拝し、感謝し、賛美し、喜びの生贄、感謝の生贄を捧げます。そしてあなたに聞き従うという最高の生贄、自分自身を捧げるという生きた供え物、それを私たちが捧げるものにますますなっていくことができますように。あなたの栄光が表され、あなたの御心がなりますように感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。立ち上がれる方は立ち上がり、賛美を捧げていきましょう。先ほど賛美した I speak Jesus、 ご一緒に賛美してまいりましょう。
住まうもの、良いもので満たされる、その約束があることを覚えて感謝します。私たちをあなたの恵みで、あなたの愛で、感謝で、喜びで、賛美で満たしてください。あなたの愛の情熱で、御霊で満たしてください。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、天の父の愛、聖霊の親しき交わりが私たちすべてのものとありますように。あなたの御名をとこしえに褒めたたえます。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一緒に感謝の拍手を送りましょう。これを持って第二礼拝を閉じたいと思います。感謝します。